コーヒータイム。今日はね、オリジナルブレンドですね。これでオリジナルブレンダー終わりなので、明日はキリマン開けるぞという感じで、今日のオリジナルブレンドを楽しみたいと思います。なんか明日デザートでも買ってこようかな、うん、で今日はね、何の話しようかなと思ってたんですけど、Amazon プライムプライムデーでね、買ったマーナの買い物袋をね、今日使ってきたんですよ。で結構ね良かったんですよね。なんでそれの紹介しようかなと思います。ちょっと端っこの方でこんな感じで、こんなここに置いておきますかね。でこのね、買い物袋、皆さんね、ちょっと買い物袋って持ってたりとかってします？もう僕はね、結構その普段から持ち歩いてて、ちっちゃいやつ、ちょっとこのねマーナのやつはでかいんで、もうがっつり買い物するよっていう感じですけど、ちっちゃいやつねを普段からね持ち歩いてて、バッグに忍ばしててね、で極力レジ袋をね使わないような感じにしてるんですよね。レジ袋がいっぱいあってもゴミになるだけなんでね、それを捨てるのがめんどくさいっていう意味でも、あまりもらわないようにしてるんですよね。はい、コーヒー入れ終わりました。ということで先にねコーヒーをいただきますかね。今日はねちょっとこれでね6アイス買ってきたんで、6アイスでアイスコーヒーにしましょう。はい、コーヒーいただきます。いいですね、やっぱねロックアイスの方がね、氷がの不純物が抜けてるんでね、美味しいんですよね。味を崩さないっていうか、ちょっと普通の、ね、家庭用のやつだとどうしてもね、なんていう水の臭みみたいに出ちゃうんで、ロックアイス最高ですね。でこれです、このマーナのね、この間買った買い物袋、皆さんねちょっと持ってます。僕ね本当にその普段から持ち歩いて、僕がいつも持ち歩いてるやつちょっと持ってきますね。はい、ちょっと持ってきたんですけど、普段から持ち歩いてるのこれですね。これもねマーナのやつなんですけど、こんなやつね、これシュパットっていうシリーズのやつで、こんなやつでこうやってね広げて使うっていう感じの、これは本当にちっちゃいやつですね。ただねこれね、コンビニとかのこれ町ってね、底の部分が広くできてるんで、コンビニとかのお弁当を買ったとしてもあんまり崩れない、寄ったりとかしないんですよ。ですごい使いやすいんですよね。で畳む時にはこれを両方をシュッて切って、でその後ねこうやって折りたたんで、でくるっと巻いてやれば、こんな感じでねコンパクトにしまっておけますよみたいな、こんなもんですね。ポケットとかに買い物、ちょっとコンビニとか行くときは大体これをポケットに入れてねで持ってくんですけど、それとも他にはねこんなやつ使ってるんですよ。これもねかなりちっちゃい、さっきのやつと比べてもほぼ同じぐらいの大きさなんですけど、これはねすごいでかいんですよね。こんなサイズ、これがね今までは基本的にメインで使っている買い物袋ですね。これコーデュラっていう素材でできていて、めちゃくちゃね強い素材なんですよ。刃物とかにも強いですし、擦り傷みたいなものがすごい強いんですよね。で素材自体はすごい薄いので軽いと、でこうやってなんかね押し込んでやればめちゃくちゃコンパクトになるという感じで、これもねすごい使いやすいんですよ。これもね、これはスーパーとかにね買い物行くときに使ってるやつですね。これもかなり
なんですけど、夏場とかだとね、冷たいものとかやるとやっぱりなんていうの、保温とかはできないからびっちゃびちゃになるんですよね。まあこんなこれね、洗濯機で雑に洗えばすぐきれいになるんで、なんか汚れたりとかしても全然問題ないんですけど、それとあと使ってるのがこれ Amazon の、 あの Amazon Basic で売ってるあのコンパクトになるあのリュックサックなんですけど、こんな感じでね、開いてやって、まあ、これもね、すごい軽い素材でできていて、ナイロンのね、でもすごい丈夫なんですよ。まあ、さっきのコーデュラみたいな感じの、まあ、丈夫の素材で、まあ、背負えると。これはね、お米とか重いものを買うとき、あとどうしてもね、買い物の点数が多くなってすごい重くなりそうな場合はこれを持っていくっていう感じですね。まあリュックなんでね、さっきのやつと比べるとまあ多少ね、でかいんですけど、それでもね、こんな感じでくるくるっと入れてやれば、まあだいぶコンパクトになる。なんでこれ旅行とかにもね、持って行っても結構便利なんですよね。旅行先とかで荷物をね、なんていうの、ホテルに置いて、それでまああまりね、荷物持たないで外に出る時とかで、それでもね、手持ちのバッグとかにこれ忍ばしておいたりとかすると、まあ重くなってもね、リュックサックで変わるので、結構ね、重いものでも大丈夫っていう感じですね。10キロ20キロぐらいまでは全然余裕で入る感じだと思います。はい。で、今回のこれですね、シュパット、まあ、これもシュパットなんですけどね、シュパット、まあ、さっきのシュパットって由来ってね、このパッとこうやって開いて簡単に畳められる、畳むことができるっていう意味でシュパットっていうやつなんですけど、これね、朝使ってみてすごい良かったんですよ。まあ、これの、まあ、さっきもね、これでやりましたけど、こうやってね、開いて、これもね、マチがついてて、まあ、こんな中身こんな感じなんですよ。で、ここに中の銀シートみたいなのが貼ってあって、ちょっと分厚いんですよね、普通のやつよりも。この保冷剤の分、保冷剤っていうかね、保冷素材の分だけちょっと分厚いんですけど、まあ言ってもそこまですごいあれではないですね。でこんな感じで入れて、まあ、こんな感じで持つと、まあ、結構ね、荷物がすごい入りました。今日ロックアイス、2キロのロックアイスと、あとミックスベジタブルみたいなね、そういうのとか、なんかいろいろ冷凍食品と、あと肉とかね、いろいろ買ってきましたけど、あと野菜とかもね、全部この中に突っ込んで持ってきましたけど、こっち側もね、だいぶでかいんですけど、それと同じぐらいは入りましたね。なんですごい使いやすい。でしかもこれって、まあ、さっきも言いましたけど、さっきのやつと同じようにこういう風にしてマチの部分ができるんで、なんかバッグに入れて中でごちゃごちゃになっちゃうような感じっていうのはなかったですね。しかもこの保冷の素材の部分があるんで、結構ね、中で安定してて崩れにくいっていうところもすごい良かったですね。なんで、まあ、普通に買い物袋としてかなり優秀な感じがしました。車とかでね、買い物行く人もこれがすごくいいんじゃないかな。むしろこっちの方が良さそうな感じですね。で、シュパットの由来ですね。こうやって横を引っ張ってやればこうやって伸びるので、一瞬でね、こういう風に綺麗に潰れるの で、そしたらこれをね、これを半分に折りたたんで、でくるっと巻いてやれば簡単にコンパクトになるという感じですね。うん、なんか想像以上にね、使いやすくて、まあ1回しか使ってないんであれなんで、耐久性とかはね、わからないですけど、まあ、こっちを使っている感じだと結構これもね、耐久性あるんじゃないかなと思うんですよね。これはね、もうどんくらいだろう、
もう2年近く経つかもしれないですけど、そのくらいかなり常用してて、まあ、ほぼ毎日、毎日ってわけではないか、外出るときはだいたい持ち歩いてるんですけどね、そういうときにはかなりね重宝してるので、まあ、これもねだいぶおすすめですよ。コンビニによく行く人とかだと、いいんじゃないかなと。まあ、これの大きいタイプ、このくらいのサイズのやつとかも売ってるんですけど、まあ、夏場はね、あと肉とか買う人はこれがすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、これから、まあ、これからっていうかね、まだ2ヶ月ぐらい先、2ヶ月もうちょいか、7月3ヶ月ぐらい先だとは思うんですけど、品川のね食肉市場祭りとかあるんですけど、その時にもねこれがだいぶ活躍するんじゃないかなと思っているんですよね。なのでちょっと食肉、今年の食肉市場祭りだいぶ楽しみですね。まあ、概要欄に貼っとくんで、ただねちょっとこれは高いんですよ値段が。その保冷剤というか保冷のね加工の部分があって、4000円ぐらいしたのかな、なんですけど、まあ、そんなにねしょっちゅう買い替えるものではないとは思うんで、ぜひね気になった方、 SDGs に心がけている人とか、そのエコね、エコロジーとかね、最近エコロジーっていう言葉をねあんまり聞かないですけど、エコロジーをね心がけている人はぜひねこれ買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、バイ。